現状、中国の一挙一動に世界中が目を光らせている状態だよね。あらゆる国の仮想敵国になりつつある国だからな。それに曲がりなりにも世界第一位の人口を誇る大国だから、一つのアクションで経済が大きく動く力を持っているわけだ。いい意味でも悪い意味でも、いろんな国が警戒するのも無理はないよね。もちろん、それは世界の警察と名高いアメリカも例に漏れないことは、みんなもご存知の通りだよね。今回はそんな中国の対艦ミサイル訓練において、アメリカ海軍が監視の目を光らせていることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。長崎県の佐世保へミサイル追跡艦が入港して中国に近い位置として配備されるのか、それと同時に北朝鮮も監視できる体制を整え始めているよ。昨今、台湾問題をめぐって軍事衝突の緊張が高まるアメリカと中国だけど、それぞれの軍事的な動きを伝える様々な映像が公開されているんだ。その中でも中国海軍空軍などを中心とした台湾上陸を想定した水陸両用軍事演習が、過去120日間で3回以上実施されており、10月に中国メディアが公表した映像には、中国軍の偵察系攻撃ヘリコプター Z-19 が超低空で長距離を飛行し、海上に進出して集結する映像も見つかったみたい。Z-19 ってどんなヘリなの？この Z-19 は2012年から中国陸軍で運用されているパイロットと射撃手が乗り込む2人乗りヘリコプターで、機体の左右に2箇所ずつ機外搭載所があり、対戦車ミサイル空対空ミサイル 12.5mm または、23mm 機関砲ガンポッドロケット弾 70mm×18 発ポッドなどを搭載し、最大巡航速度時速 244km で飛行することができるものとなっているよ。アビオニクスや各種センサーは Z-19 の原型 Z-9 ヘリコプターのものに改良を加えたもので、新たにデータリンクシステムがアップロードされ、情報伝達能力が向上しているんだ。Z-19 機種下部には防御システムとして、レーダー波警報装置、フレア発射装置、電子戦装置などが搭載されているみたいだね。その他にも目標への探知距離測定や、レーザー照射によるミサイル誘導などに用いられる光学電子赤外線核センサー内蔵へのターレットがあり、コックピットに設置された大型の液晶多機能表示情報端末とヘッドアップディスプレイに様々な情報が表示され、目標照準にはヘルメット装着表示装置も使用できるぜ。すごくハイテクだね。近未来的でワクワクするよ。この Z-19 の航続距離は 646km となっているため、130km しか離れていない台湾侵攻の際には中国本土から直接飛来して作戦に参加することができるというわけだね。また、2021年11月4日には陸上部隊による地対艦ミサイルの発射訓練の映像も公開され、YJ-62 の発展型と見られるミサイルが多数配置された発射台付き車両から海上に向けて発射されるのを見たよ。この YJ-62 地対艦ミサイルの発展型は弾頭重量 210kg で飛翔速度はマッハ 0.6-0.8 と超音速には届かないものの、400km の射程距離を持っており台湾海峡はもちろんのこと、台湾本土周辺の海域も射程内に収まるため、米海軍では当然ミサイル発射訓練を監視し、ミサイル性能の情報を収集するためにミサイル追跡艦ハワード・オーロレン船を近海に派遣させて、11月6日に長崎県佐世保市の米海軍基地に同艦が寄港している状態だよ。ミサイル追跡艦とは搭載されている大型のレーダーで、弾道へミサイル発射やロケット弾道への追跡と監視を実施してミサイル性能へのデータ収集をすることができ、通称ミサイル実験支援艦ミサイル観測艦とも呼ばれているものだな。ハワード・オーロレン船ってどんなミサイル追跡艦なの？このハワード・オーロレン船は米海軍軍事海上輸送コマンド MSC 所属のミサイル追跡艦で2012年1月に就役しており、満載排水量12,575トン全長約163メートル全幅約27メートルの艦体に重量450トンの巨大な旋回式平面上アンテナや、各種観測用レーダーが搭載されており、ナビーと民間人が合わせて88名乗船しているよ。また、米軍には海軍のミサイル追跡艦の他にも弾道ミサイル防衛用の配備として海上配備 X バンドレーダーを持っており、米国ミサイル防衛局が運用し、米軍としては珍しいロシア製の石油プラットフォームをベースに建造されたもので、巨大なレーダードーム内に大型の X バンドフェーズドアレイレーダーと制御装置、発電装置を搭載して弾道ミサイルを探知追尾することが可能なんだ。
海上配備 X バンドレーダーは本来米国本土へ飛来する弾道ミサイル防衛に運用されるものなんだけど、2012年4月には北朝鮮の弾道ミサイル発射への対応としてハワイから太平洋に配置されたほか、2016年9月から10月にかけては朝鮮半島沖で弾道ミサイルの監視の任務に専門部隊が携わっているみたいだね。理想へ声声可能だが低速であるため、長距離移動への際には重量物運搬船に乗せて運ぶことになり、現在日本近海で任務についているかどうかを明かすことができないらしいな。台湾海峡をめぐる中国の軍事的及び政治的な動きに世界の注目が集まっているけど、先日タクラマカン砂漠での動きに関する報道があったよ。アメリカの宇宙テクノロジー企業であるマクサーが撮影した中国新疆のタクラマカン砂漠の地上写真に、米海軍の空母やイージス艦のモックアップのようなものが映っていたんだ。米海軍の原子力空母を模したものが5つ、アーレイバーク級イージス駆逐艦と思われる形状のものが2つ、その他に鉄道線路上に設置された全長75メートルほどの移動する空母のような標的が衛星で確認されているみたい。もちろん中国軍がこれらを衛星写真で写されることを承知しながら隠そうともせず、むしろ見せているのが米海軍への威嚇を示しており、明らかにアメリカの空母打撃群を攻撃するためのミサイル発射訓練用目標的であると言えるよな。訓練場には弾着観測用の高速度カメラやレーダーなどを搭載しているポール状のものが複数箇所設置されており、実際に空母キラーと呼ばれる地対艦ミサイル DF-21D トンフェン21の発射試験などに使用されていると考えられるよ。DF-21D トンフェン21の射程距離は約 1500km となっており、台湾近海のみならず日本全土をはじめフィリピンから東南アジア諸国、インド洋のベンガル湾まで目標圏内に入るため、米海軍が最も警戒しているミサイルだぜ。米中間の緊張が高まる中、2021年11月16日にバイデン大統領と習近平国家主席によるオンライン首脳会談が行われ、両国の関係修復へのきっかけとなるか世界中の注目を集めたよ。その中でバイデン大統領はアメリカと中国の指導者には、両国の競争が意図しようがしまいが、衝突につながらないようにする責任があると述べた上で、誤解や見込み違いが衝突に発展するのを防ぐためのガードレールの役割を果たす共通認識を作る必要があると指摘したんだ。いいこと言うよね。確かに指導者が導いてあげる必要があると思うよ。その指導者が先導していれば話にならないがな。でもバイデン大統領への発言は、今後中国が強硬策に出た場合、指導者の実力不足を露呈させることになるって意味合いもあるだろうから、多少首を刺した形にはなるんじゃないか。だね。これに対して習主席も協力が唯一の正しい選択だとして、協力を呼びかけていて、トップ同士の会談を通じて関係改善の糸口がつかめたかが焦点となったよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の豆知識コーナー、待ってました。今回の豆知識は、生活に関する豆知識だよ。生活だと珍しいじゃないか。みんな、仕事終わりのビールは好きかな？大好きです。でも、冷蔵庫に入れ忘れて飲めないなんてことに陥ったことあるかな？そんな時は、キッチンペーパーを濡らして、缶ビールに巻きつけて冷凍庫に10分くらい入れるとキンキンに冷えるよ。ま、マジか。ぜひ試してみてね。ならまたね。いつも見てくれてありがとう。ありがとう。冷やしすぎには注意だよ。キンキンに冷えてやがる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 。